1984年に設立されたカルティエ現代美術財団は、フランスにおける企業メセナのあり方に一石を投じ、その発展に尽力してきました。創立以来、多種多様なアーティストのために考案、創作、発表の場を提供しながら、モダンアートが近代社会に対する声であることを訴え、モダンアートをできる限り多くの人々に紹介するために活動を続けています。